どうも、ビデオゲーマーです。プレストン編続きやっていきましょうと。で、ボヘミアが1点取ってるのがすごいな、逆に。今回はパレス戦やっていきます。で、開幕戦ウエストブロムに勝ちまして、その後なんですけども、レスターと試合しまして、2対1で負けまして、その後2試合引き分けまして、で、ノッティンガム・フォレスト戦で今シーズン2勝目を挙げました。で、今回はパレス戦ですね。開幕戦のウエストブロム以外は失点しているので、まあ、なんとか、まあ、動画はね、2試合連続になったらいいかなと思うんですけども、クリーンシートできたらいいかなと思うので、頑張っていきます。アウェーなんでね、なんとか、失点しないように頑張れたらいいんですけども、失点したら一気にね、パレスが、勢い出て複数失点っていう可能性もあるから気をつけないとね。で、今回のスタメンなんですけども、オバフェミからメールが来まして、試合に使ってくれというので、オバフェミをトップで、センターフォワードがサンソーネですね。で、ロバーツ、ウッドバーンと。で、アシュリー・ヤングがコンバート終わりまして、ね、能力78だったんですけども、やっぱり年齢的なこともあってね、一つ下がりました。77になりました。で、ロフタス・チーク、ウィリアムズ。で、フート・ホーフ・マックス・ウォード、バトランドですね。で、ベンチはこのメンバーです。カラム・ロビンソンがサイドできるので、カラム・ロビンソン今回入れてます。まあ、サイドの選手、オジョとか入れてもよかったんですけど、まあ、カラム・ロビンソンをね、まあ、ちょっとサイドで使ってみたらどんな感じかなっていうのを見たいので。で、ローレンスが前の試合だったかな。まあ、レッドカードもらって退場になっちゃったんで、それが痛かったですね。ローレンスちょっと使いたかったんですけど。ウッドバーンの代わりにね。まあ、次回ですかね。うん。で、アルティメット6分でやっていきますので、前線の2トップはちょっとわかんないな。ザハはいないんですね。うん。あ？リーデワルドやったっけあれ。右サイドの選手。サイドできんの？センター、どこだったっけ？アンカーとセンターフォワードだったっけな。なんかそのあたりちゃうかったっけ？ターラブトとかいるけど。おー。まあいいわ、試合の方やっていきますか。Enjoy the game. はい、やっていきましょう。これパレス結構選手引き抜かれてるんだ。初期メンバーがほぼいないな。おお、ナイス、いいよ。いやー、かわいそうなぐらいに初期メンバーがいないですね。よし、お見事。出してくれというだけあったわ。この組み合わせもあるから、いろいろ試さないとわからないよね。この先制のシーンはサンソーネとオバフェミの関係性は良さそうですね、距離感がね。いや、パレス、あれやな。マジで初期メンバーほぼいねえな。まあいい選手多いですからね、引き抜かれるでしょうね。タラブというのがちょっと面白いけど、懐かしいなと思いながら。トッテナムから QPR でしたかね、イングランドだったら。その後どっかいたかな。その前、QPR の前にどっかいたかな。 QPR のイメージが強いから。あれですね、QPR とか
春とかが上がってきたぐらいが、ちょうどね、昇格組の固有が増え出した時期ですね。なんで、ターラブとは初期の固有が増え出した時の、まあ、メンバーですね。おっ、惜しい。あー、サボっとけばなって感じだったな、今。手に当たっとけば PK でしたね。おい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 。あのレスター戦は動画になってるんですけど、レスター戦はすごくこう苦労しまして、レスターのメンバーがちょっとエグくて、またレスター戦取ることあると思うんで、その時紹介できたらいいんですけど、マジパススピードが半端なくて惜しい。もう全然ついていけなくて選手のスピードが半端なく速かったんですよね。優勝争いしそうだなっていうような、多分上位にいるチームはこれより速いんだろうなと思いながら行ったけど、やりながら、やべ、失敗した。 OK、 ナイス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 。この余裕がなかったですね、レスター戦はねマジで速かった。おー、うまい、ナイス。ほぼほぼバックヘッドに近いんじゃないよ、サイドかな。すげえな今の。どこにヘディングした。ほぼバックやな多分。ああ、サイドか。倒れたときはバックに見えてるだけか。サイドか、サイドか。いや、でもお見事、お見事。2ゴール目。いいですよ。6ゴールぐらいでいいです、3層にはね。どちらかといえばチャンスメーカーっぽい感じで。一列前のオバフミだったり、ジャッターだったりにパス繋いでくれたら。いいかなと思うので。ウフスチーク、昔パレスいたよな、確か。やばい。おっと、うわ、マジか。いやー、決められた。触ってなかったかな、今。まずいな。ちょっと早かったな、失点が。こう寄せたと思うんやけど。あー、ちょうど間、抜けなかった。ちょっと失点が早いな。27分はちょっと早いな、失点するにしても。これちょっと、パスミスとかしだしたらちょっとまずいですね。一気に来るでしょうね。まずいよな、これな。The visitors are struggling with possession really, but they won't mind. They're winning this game. And why? Because their counter attack is absolutely fantastic. Happy to pass the ball, but remaining patient. Opportunity to add to their advantage. 一瞬可能性を感じたよ今。Given to him, he takes the shot on. おしおし。36ぐらいやったかな。あ、そう、
キーリーニがね、フリーエージェントでいるんですけど、取った方がいいかな。っていうのをね、すんごい悩んでて、久々に能力見たけど、パスが下手だった。こんなパス下手だったかなっていうぐらい。能力下がってんのかな。83だったんですよね。何年契約だったっけ？なんか2年契約ぐらいだったかな。40手前までするんやなと思ったけど。ハイダーラ。37でね。いいですね。今のキープしてくれたら助かりますね。あ、ちょっと角度がね。おっと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 、全然反応してくれなかった。びっくりした。まあ、失点はするもんやからしょうがないとして、いやーでもクリーンシートしたかったな。彼がおっとハンドですね。ここでのハンドはちょっと嫌な予感がするな。おぶね、めっちゃ抑えられて全然競り合いできないな。そうですね、いいですね。そうです、その動きです。よし、 OKOK、 当たってる。 OK、 ほら最後のプレーかな。はい、もうちょっと下だったら PK ですね。OK、 リード前半終わりましたよ。はい、後半やっていきます。まあ開幕戦のウエストブロムみたいな相手だったらやりやすいんだろうけど、まあいける。よし、オッケー。上位にね、いるようなチームはやっぱしっかりと繋いでくるチームやから、こういうチームだったらやりづらいんだろうけど、まあね、パレスとかウエストブロムみたいなチームだったら、まあだいぶやりやすいけど、そこで勝ち点落とさないことだろうな、今シーズン。そこで勝ち点落とし出したら、まあ基本シミュレートにするから何ともないんやけど、動画以外は。やばいかなと思ったするぐらいで、そろそろ。あ、ホジソン。で、まあ、あと。まあ、怪我人出ないことですね。ちょっとレンタル出ていった選手が2人まだいるから、ベンソンとオークリー・ブースがレンタルで、どこ行ったっけな。オークリー・ブースはワトフォードっていうのを覚えてないけど、もう1人どこ行ったっけな。あ、シェフィールド・ユナイテッドや。ベンソンはぽいわ。これもう1点失点したらマジでわからない。おー、ナイス。どうする、どっちだ、するそっちだな。ナイス。
Loftus-Cheek, but it can't get all the way through. いいタイミングでシュート打ったかなと思ったけどな今。And we very much hope you'll join us for more live Premier League action on EATV. It's Crystal Palace taking on Leicester City. Yeah, Derek, should be a great atmosphere there. It's one I would be tuning in for if I wasn't there with you. 体強いわ。Sansone, good effort. おお、わマジ面白いって。今のはすごい入ったと思った一瞬。いや、やられましたね、今ね。あれ、決まらないんですね。いやー、確実に決まったと思ったよ。跳ね返ってね。ヤヌザイじゃん。ヤヌザイ、パレス来るな。最初からヤヌザイ出しとけばよかったんじゃないか。ヤヌザイの方が嫌やけどな。あれヤヌザイサンダーランドユナイテッドから行きましたから絶対サンダーランドだったら出れると思って余裕こいたろうなっていうのはちょっとあるなあの時サンダーランド行ったけどそこまでなんかこう何つったんだろういい言葉が見つからんけどいる印象があんまなかったというか個人的にはアンホルト、ヤジッチ、オンとマリノフスキー、一気に評価落としたもんな、あの時な。ユナイテッドで出れなくなったから、ベン・ウッドバーン。まあ今ねソシエダでしょ確かねソシエダいるからあれですけどあのシーズンサンダーランド残留したおお惜しいおー守備堅いなパレスなんで3失点してんねん逆にギリギリ回ってる感じするけどな。はい、やばい、選手がいなかったわ今。ああ、やばい、入っていっちゃった。Nice ball to switch the point of attack. Patrick van Aanholt. Now with Mateta. Not showing good patience. And Aanholt. Looks promising this. He's used. Can he get one back?あぶねえ外してくれた今のは外してくれたわ助かったこう前に入られるの痛いな寄せててすぐにさあフリーハンド出ましたけどないんですね見せてあげて入るとこかわいそうやんフリーハンないんかなオバフェミもないんかあそれはちょっとねって感じですねおおもったいね今の取れたなMany thanks, Alan.
タイトに行け。戻せ戻せ。お、いいよ、パスミスった。サンゾーンです、そっちじゃないな。お、いいよ、振りは見えてる。あ、お、PKじゃん、OK。これは誰に蹴らすべき？ PK を誘うシュートを打ったのはフリーハンなんで、フリーハンをキッカーとして面白いかなと思うけども、フリーハン下手。まあまあまあ時間的なも、まあ、あるし、フリーハン蹴らすか。これ失敗してもまあ別に攻めることはないわ。うわ、うん、外す、ナイス。モデルなんか強く押した感があった俺のミスだ。フリーハン行け、もう一回チャンスあるぞ。おーしおーし、フリーハンいいよフリーハンいいやんか。あ、オッケーしちゃった。フリーハン良さそうですね。 PK ちょっとかわいそうなことしちゃったけど良さそうでしたよ。オバフェミがメール来ただけあるなっていう活躍しましたね。はい、まあ、失点しましたけども勝てたので良かったですかね。まあ、ちょっとフリーハンにはね申し訳ないことしてしまったけども、 PK がね特にでもなんか最後のシュートもそうですけど良さそうな気しますけどね。これシンプル出してあげないとダメですね。ポテンシャルが止まっちゃったねやっぱ試合に出してないとね、トレーニングだけだったらやっぱ止まってしまうからね。うん、まあ次の試合には出してあげようかなと思いますけども、で次が11月の試合かな。サウサンプトンとかニューカッスル取りたいかな。あー、フラムもありですけど、まあこの3試合のどれか取りますかね。ビッグクラブはまあよく取るし、今回は1年目はなしでいこうかなと思います。あんまりねやってもありきたりすぎるかなと思うし、動画としてね。はい、じゃあ今回はこれぐらいで終わりますかね。スケジュールだけ決めて終わろうかな。結構こうかな。はい、あ、スケジュールもさ、日程変わりました言うて突然さ、こうパッパッパッって進むことあるでしょう。あれだけはほんまにやめてほしいシャープネスが下がるからさ、やめてほしいのよね、あれ本当に。スタメンだけ変えとこうかな。キーパーこうで、シンプソンがあれなんで真ん中に入れて、アキエミ右の、リコがこうですね。で、サイドが、ローレンス、オジョと。で、アシュリー・ヤングに代わって、レドソン入れて、レドソンとスミスを逆にしましょう。で、グティエレス、で、ジャハン・バフシュ、トップがロビンソンかな。で、ベンチはとりあえずスタミナある選手を入れて、置いて、まあ、あとは、返事立ってから考えましょう。はい。では、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また次回です。じゃあね。バイバイ。